吉田正尚、ドラフト時の評価。実際、きっと活躍してくれる。オリックス以外どこも来なかった理由はやっぱ身長かね。1位じゃなくても取れた説が根強いよね。それより低身長の森がそこそこやれてるからな。オリックスほど外野大砲薄いとこもないしな。だいたいサバ読んでると考えると171くらいやからなこいつ。森のせいで勘違いチビスラッガードラフト流行りそう。柳田と森を足して3で割った印象。外れ1位レベルやけど折には足らんピースやからな。甲子園球児の平均身長が173センチメートルくらいやっけ。茂木の方が小さいからセーフ。単独1位指名されたのは外野やからやろ。前田が認めるんだから本物やろ。セカンドでも守れやなー。高橋光成くんから特大 HR だってるんだよなー。開幕レフトスタメン十分あるで。180くらいの投手の球が角度ついてくるのと、ストライクゾーンが小さいのと、どっちが有利なんやろな。